今回は作業時間合計10分のチョコチップスティックパンです。時間がないけれどパンを焼きたいときにさっと作れるレシピになっています。材料です。強力粉、卵、塩、砂糖、バター、牛乳、酵母を準備します。はじめに酵母をぬるま湯に溶かします。ぬるま湯の温度は35度ぐらいです。酵母の量の約3倍から5倍のぬるま湯を用意します。今回は 10g です。上から酵母を振り入れ3分ほど置きます。すべての材料をフードプロセッサーに入れます。ドライイーストを使う場合は水に溶かさずそのままフードプロセッサーに入れてください。閉じ目を下にしてボウルに入れラップをかけて発酵させます。発酵が終わったら強力粉を指につけ生地に穴を開けます。穴が閉じてこなければ発酵完了です。拳で優しく生地を押しガスを抜きます。ボウルから生地を取り出しもう一度優しくガスを抜きます。生地の表面を張らせるようにして丸め直します。底の閉じ目をしっかりつまんで閉じます。ラップをかけて10分ほど休ませます。ベンチタイムが終わったら閉じ目を上にして生地を伸ばします。しっかり押さえて伸ばします。三つ折りにして3層になった生地が1つになるようにしっかりと綿棒を転がしてください。ラップをかけて発酵させます。発酵が終わったら溶き卵を塗ります。この工程は省略しても OK です。
形に成形したい場合は、一次発酵が終わった後、ガスを抜いて8等分に分割します。レンチタイムの間に分量のチョコチップを8等分に分けておきます。成形です。閉じ目を上にしてガスを抜き、広げます。生地が大きくなりますので、調整時間は12分にしてください。